はい、どうも。イースセレステタの10回の実況プレイ。多分、コロニア魔法研究所のボスが、この先にいるんだろうなと思ってるんですけども、スキルを鍛えておきました。あとは、レベルを43かな。今、3人とも43ですね。なんか、差がなくなりましたね。うん。まあ、こんな感じ。まあ、とりあえず、どんな感じなのか。ボスがいるとしたらどんな能力なのか。あ、外に出た。なんかストーンサークルみたいになってますね。はい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 。いや、サークル状じゃないか。あれ、もしかして、またソルガルバーと戦うのかな。あ、とどめさせるんじゃない？もしかして。冒険イメールアドでさ。そうか。再戦か。あ、今回は、歩ってくるっぽいぞ。あ、はいはいはい。あ、なんか、ゲージが4つあるな。今回は手強そうですね。前回はそんなに、あ、でも、うん、やっぱ強いな。前回はそんな強くなかったんじゃない？タイミングがわからないか。はいはい、これは相変わらずダメージがないですね。どうすればいいかな。タイミングがわからないですね。読めない。なんかゲージが4つあるわけなんだけど、せっかくだから必殺を叩き込んだった。とりあえずちょっと足ダウンさせた。今度は手を倒すのかな。あ、なんだこれ、動けないんですけど。キー操作受け付けなくなりましたね。なんで受け付けなくなったんだろう。あ、足復活しましたね。よくわかんないですね。そうなんだ。まあ何度もやってみてって感じかな。
でも食らえ。勝ったんだけど、アドルやられたな。レーザー回避できない。どうすればいい。あのレーザーの回避の方法がわからないんだよな。まあもう一回やろうか。やったですね。レーザーはね、後ろに回り込めばいいってことは分かったんですけど、非常にうまくいきましたね。レーザーを見ずに倒せました。最初はなんか倒せないんじゃないかと思ったんですけど、結局収録時間は40分で3回ぐらい勝利してるんで、多分ボスの中じゃかなり弱いブレでしたね。でまあ楽しかったです。あとはとどめは刺すのみ。とてつもない戦闘力。それはデュレン君のことじゃないの。それはさ、デュレンやっぱ強いですね。どうしちゃったんですかね。おつむが温かいんですかね。取り憑かれたら、いや、そんな感じはなかったよね。正気に戻ったみたいな感じじゃなかったの。なんか洗脳が解けました的な感じだったんじゃないの。なんだろう。なんか出てるぞ。なんだあれ。人？あ、なんかいるよ。え？誰これ。もしかしてこれ王様。アリーザちゃんのご先祖だったよね、きっとね。ようこそ我が子孫よ、そして樹海の旅人たちよ。ソルガルバの中に入ってたってことなのかな。私の名はレファンス。かつてセルセタ王国を治めた王であり、エルディールの親友でもある。あ、はい、3回ぐらい沈めましたけど。いや、まさかの展開ですね。はいはい、そうだよね、きっとね。800年前の北国滅亡地ってことは、この人は最後の王様だってことなんですかね。魂だけはとある場所に幽閉され眠り続けた。ああ、そこから解放されたもののすっかり自我を失ってしまった。
そうなんだ。強い信念に引き寄せられた。あ、そうなんだね。なんか道すがらこうかなりいつもブツブツ言ってたもんね。なんか病的だったよね。そんなこと言わない方がいいと思うけど。でも回復力すごいよね、リズちゃんね。一人でなんとかなってきたんだろうね、きっと。今までこう殴られながらもさ、ボコボコにされながらも回復しまくって。あ、レファースを丘作ったんだね、ソウルガールはね。そうなんだよね。あ、なるほど、そうなんだ。あ、なんか昔戦ったんだもんね。で、結局どうなったの？その戦いの、なんか、その、最後はどうなったんだろうね。アミデスかな？本当に。そうなんだよ、そうなんだよ。そう、月の仮面をね、そう、修復しに来ましたよ。あ、すべての魔力を使い果たして、あ、それで、こう、パカッて割れちゃったってことなんですかね。はい、じゃあパパッと直しちゃいますか。パパッと、あ、王様自ら直してくれるのかな。得意ではない、大丈夫ですか。なんか魔法的な力を行使できるんだね。ただの人間じゃないっぽいよね。いや、てか今人間じゃないよね、お化けだもんね。それかぶれるのかな。対応信念、そこがラストダンジョンっぽいですね。あー、そうか、もうこのゲームは本当に終盤ですよね。エルトゥークの神殿あたり、あ、偵察ね。とりあえず神殿でイベントを見ちゃいますかね。無茶すんなよ。あ、なんかレベルみんな上がったっぽいな。まあ、とりあえずセーブ取っちゃいますか。ここに取っちゃおうかな。なんかまあ弱かったって言ったけど、でもまあなんていうかゲーム的な普通の強さだったのかもしれない。なんだろう、まあイースシリーズのボスとしては弱かったよね。で、あのレーザーさ、あのこの1個前のガディスのレーザーと全然違うみたいで、あの SE を聞いても ね途切れ目がないんだね。だからちょっと回避できなかったんですね。でもその代わり全然追尾してこないみたいなんで、ただ後ろに回り込めばいいだけだったんですね。なるほどな。いやー、まあとりあえず打開しましたよね。じゃあ違う、イベント見ちゃいますか。ラストダンジョンが解放されたらあれかな、まあちょっとレベル上げなんかもしたいし、レベル今44ぐらいですか。あとアクセサリー作りたいんだよな。あ、なんか仮面兵団正気に戻って、あ、レオが連れて行った。ああ、そうなんだ。
あ、そうか、バーミーがいなくなったからか。ああ、なるほどね。よっしゃ。よし、じゃあ行ってみますかね。任せてくれ。カーナちゃん、あれかな、これからボス戦なんか辛いのかもしれないね。カーナの代わりにオズマとか入れた方がいいのかもしれないんですけど、まあここはやっぱりカーナちゃん入れたいので 使っていきましょう。まあ、この人がいればエルディーレに対抗できるって感じするよね。ご先祖様ってこう語りかけるのもなんか不思議な光景ですよね。あら？グルーだ。あ、そういえばそうだよな。多分、まあ、シーを決する時が来るんでしょうね。ラスボス手前ぐらいの感じで戦うことになりそうだな、なんとなく。エルディール、デュレンなんか様つけてんだよね、エルディールにね。なんか最初はつけてなかったのにね。どうすりゃいいんだろうね。そうだよね。でも、あれだよね、ぬっ殺すチャンスだよ。世界を、人類の手に取り戻す、絶好の機会なんで。これは頑張ってやっていきたいですよね。あ、このままで正気を取り戻す可能性が高いの。あ、そうなんだ。月の仮面か。仮面を交換しちゃえばいいんじゃないかみたいな。そういうことじゃないんだね。そういうことじゃないな。あ、かぶせるんだ。まあ地獄に叩き込んでやりますか。何の話？何の話？アドルよ。あ、仮面姿のアドル君見れるんじゃないの？わ、やったー。これは嬉しい。あ、もっとこっち見せてほしかった。バストアップ見たかったな。連れて帰るって、死体で連れて帰ることになるかもしれんな。 よーし、ちょっとだけ入ってみる？ちょっとだけ。それで、あ、太陽神殿来ましたよ。まあ、この探索は次回やるってことにして、まあ、準備をしたいよね、やっぱりね。あ、謁見の間として使われていた広間。まあ、あれだよな、ちょっ、そろそろ参りませんか？まあ、だから戻れなくなっちゃったわけだよね。さっきのボス倒した直前だったらキャスナーに戻れたみたい、どうもね。まあ、どうなってんだろうね。
これはなんだ、なんでもないのか。あ、マップ出ないですね。これは扉とかじゃないんだね。でボス戦だよねきっとね。でもイベントだけだったらまあ見ておいた方がいいと思うから、とりあえず行ってみますか。を始末しに来たんだよ。これが生命の書。なるほどな。本棚には入らんな。そう、一体何が目的？あらゆる天変地異をもたらす。人類を、人を滅ぼすに足るほどの規模で。なるほどね。なんかすごいことができるんだね。でもなんかでもよっぽど神様らしいかもしれないよな。よっぽど神様らしいですよね、やってることはね。こっちの方が神様っぽいな。白いよりも黒の方が。あ、まあ戦うわけだね。そういうことか。さあどうするか。まあやってみますかね。どういう敵なんだろうね。燃え尽きろ。まあ、ちょっと、まあ、様子を見ながら。あ、なんか覚えた。ザザザ食らわせてやるか。ちょっと待って、ちょっと待った。危ない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 。難しいか。ちょっと待って待って待って、さすがに無理か。うわすごい攻撃だ。うわちょっと待て。でももう結構減らしたけどね。あ、とかパターン見つけないとな。あ、これは何だ。大きすぎか。気分はどう。うわちょっと水よ。あちょっとどこちに合ってるんだ。受けるがいい。うろちょろするな。はい、というわけで、エルディールを倒すのを諦めて、まあ、とにかく多彩な攻撃パターンを持ってるんですけど、割と何も考えずにゴリ押しで、
まあ、半分ぐらいも減らしたんだけど、半分減ったあたりからあの回避の難しい攻撃を仕掛けてくるんですよね。だからまあ本格的にこう腰を据えてですね、まあ倒さなきゃいけないと。でまあ次回やりますで、なんか準備できそうなんでね、なんか作りたかったアクセサリー多分作れると思うんで、例えばこれですね、フラッシュムーブのスロー効果持続とかね、ですね、まあこれとあとこれですね、先行のデアとかね、まあこれを作っとこうかな。フラッシュムーブこれ1個だけ作れるか、まあ、これ作っておきます。まあ装備はとりあえずしないで、まあ戦術を用意しておこうかなと。フラッシュガードで HP 回復どうなんですかね。これでも必要なのかな、 HP 回復してもな。まあ作っとく。じゃあ3つくらい、まあ、こんなにいらないけどね、うん、もう1個欲しいかな、フラッシュムーブ。いやでも1個でいいのかな。あとは何がいいかな、なんだっけ、なんか作りたかったんだよな。あ、そうだ、スキルリングか。これ消費 SP がマイナス 50% だから半分になるんだよね。そう、これ作りたかったんで、まあこれ作っておきましょう。まあこんな感じかな。あ、でも2つ欲しいか、できれば。あとサファイが1個か。なるほど、じゃあサファイア入手してきますかね。あ、そうだ、せっかくだから掲示板見るか。クエストが発生してればいいなと。まあ定期的に ありますね。ああ、なるほど、多分このタイミングであちこちで多分出るんだね、クエストがね。なるほど、じゃあまあいいや、じゃあ次回はクエストやりますかね。まあ今回はまあこれで終わりしようかなと思うんですけど、まあとりあえずまあいくつか必要になりそうな、アクセサリーを作っておくぐらいですかね、うん、まあでもなんとかなるでしょう。まあご利用しで半分まで減らせるんだから、あとはまあ頭を使って腕で覚えて、まあなんとかしていこうかなと思います。あとレベルね、どうも48みたいなんだね。だからまあ48まで上げるかどうかわからないけど、47レベルくらいの敵がいるので、46くらいまで上げてもいいかなと、まあそんな風に思ってますね。はい、というわけでじゃあ今回はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。